Globis. Chicken Look.はい、それでは第2部全体会始めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。大変豪華なパネリストの皆さんにご参集をいただきました。第1部でですね、水野さんと石倉さんから、経営者に対するかなりガツンとしたメッセージをいただいたわけなんですけれども、今日ご参加の経営者の皆さんも含めてその代表としてですね、第1部のお二方のデジタルとグリーンに関するこうメッセージをどう受け止められたかということをちょっと最初に簡単に1分ずつで結構ですので、お伺いしたいと思います。ウォンテンさんの実はあれですよね、はい、石倉さんが社外取締役でいらっしゃったんだけれども。そうです。ということですね、デジタル庁に取られちゃいました。民間企業ってなんか兼任できないんですよね、このさんね、お仕事されると。じゃあ、普段からいろいろディスカッションされてるとは思いますが、先ほどのお二方のお話をこうどう受け止められましたでしょうか。実は水野さんとも GPIO 時代からいろいろと議論させた機会もありましたので、お二人からこう聞くというのはすごく僕は自分が何か言われてるような気がすごくしてました。で、印象ですけど、いくつかありますけど、これからも話を深められればと思いますが、一点まず言うと、そのどうしてもですね、何かこう世界に対して日本が遅れていると、遅れていると言っているのか、世界がどんどん進歩していっているのについていけてないということかもしれませんけどね、この点をどう見るかということです。ありがとうございます。はい。で、はい。で、そのためにね、世界のね、やっぱりこう知恵をやっぱり我々日本企業も大いに活用すると、ネットワークという話もありましたけども、これは社員であったりとか、その点後ほどまたお話をできればと思います。はい。ありがとうございます。じゃあ三村さん、いかがでしたでしょうか。はい、私は中小企業の親玉でございますのでですね、今日特に心強く思いましたのは、やっぱりデジタルっていうのはパーポスを持ってですね、それを具体的にその解決する手段だと、そういうことでこういう時にデジタル化が遅れていったということは、とりわけ中小企業にとってはですね、一つの大きな資産であると、こういうことを力強く思いました。それからグリーンについてはですね、多くの中小企業はですね、グリーンというのはただ単にコストが上がるんだろうとこう思っているということ、それから水野さんのお話で、納得できるところと、それからもう一つは金融機関がですね、中心としてこの世の中を回しているんじゃないと僕は思うんですよね。金融機関というのは、もちろんその重大な役割ですけれども、彼らにとってはグリーンに伴うコスト負担というのはほとんどないわけですよね。したがってそういう観点からですね、私としては若干の異論と、それから指導、これをいただいたと、こう思っております。以上です。ありがとうございました。先ほどちょっとコメントもありましたけれども、持たざる者が有利という意味では、やはりそのいろんなものを背負いながら、あるいは歴史経緯も含めてですね、経営してきたという意味では不利なのは、決して大企業だけではなくて、中小企業なんかも同じようなものを背負っているということなんだろうというふうに思います。じゃあ山下さん、いかがでしたでしょうか。はい、どうもありがとうございます。今日はですね、この名札が緑だっていうことで初めてなんですよね。ちょっとなんか緊張してたら水野さんとお会いしたんで、また背筋が伸びてですね、困ったなと。石倉さんもご無沙汰してましてですね、あんた元気とかいう感じだったんで、ですね、最初にいい話を聞かせていただいたなっていうふうに思っています。水野さんの話にちょっと加えると、最近の欧州企業とのディールがですね、まさにおっしゃってる通りで、CEO に期待する二つ目ですかね。もう去年のディールで大きなディールがあったんですけど、スペインの会社で 50% が価格だと。で、30% ソリューションと。あと 20% は、ESG の、非財務ですね、今で言うと、の活動であるという話がありました。その後すぐフランスの大きなディールがありまして、これはですね、あれですね、RBA に参加していることが条件だということで、もうコストまでいかないという感じでした。ですから、日本のディールとは全然違って、特に欧州の大手企業のディールは本当に変わってきたなって、ここ数年感じています。
石川さんの話で言うと、まさにあの人材の話出てましたけど、社内で、やっぱり、まあ、若手というよりは心が若い人がですね、本当に活躍する風土を作らないなと。個人の育成って結構難しいんですが、組織風土を本当に地道に変えていくと、結構生き生きしてくるっていうのを最近、まあ、実感をしてて、人材の課題っていうのは、一企業じゃなくって、日本のパートナーさん含めて、サプライさん含めて変えていかないとなって、もう本当に思ってるところだったんで、すごく心に響きました。はい、ありがとうございました。まあ、今日ここにご登壇いただいている皆さんは、まあ、大企業の経営者、を、まあ、ご経験をされたという共通点があるんですけれども、とはいえですね、例えばその事業だったり歴史だったり、まあ業界だったりによって、今このグリーンやデジタルの、まあ、特にグリーンだと思いますけれども、受け止めの温度差ってまだまだ日本ではあると思うんですね。ですので、皆さんお三方それぞれ少しずつこう違うこう立ち位置あるいは視点で捉えてらっしゃると思うんですけれども、まあ、今のその第一部の受け止めも踏まえた形で、まあ、今どのようにこの大きなテーマを考えてらっしゃるのかというのを、じゃあ大谷さんからお伺いしてよろしいでしょうか。はい、今日もねキーワードいろいろ出たと思うんですけど、まあ、グリーン、まあ、基本的にはこう、ね、環境への対応という話、それから、まあ、ESG の S の社会、あるいはステークホルダーの話、あるいはグローバル化の話、DX の話、これ全部つながってると思うんですね。で、基本的には、まあ、サステナビリティ、僕はサステナビリティという言葉の使われ方もなんかもう一つはっきりしないなと実は思ってるんですけど、まあ、文字通りにとれば、地球がちゃんと持続しなかったら世の中成り立たないし、企業も成り立たないし、人だってみんな生きていけないという、まあ、そういった本当にね、将来に対しての、まあ、持続ということを前提にこう考えていくと、私たちがやっぱり今やろうとしていることやらなきゃならないことっていうのは全てそこにつながると。で、まあ、企業のさっきディスラプションの話もありましたけど、やらなかったら、本当に存在がなくなっていく、生き残っていけなくなるっていう、そういう危機感のもとにこう考えていきますとですね、実は、どの、まあ、業界もそうですけど、私のいる、まあ、化粧品のこの産業、化粧品自体なくても人は死にませんですね。で、だけど何かの価値があるはずなんですよね。だからこそ、ね、続いてきているし、まあ、これからも続かしてきて、じゃあどういうふうに続かしていくのかというような視点でこう考えていったときに、まあ、環境のこと、当然グリーンな部分というのも取り組みもやらなきゃならないし、それから特に産業の特殊性から言うと、僕は S の部分の、D&I のところ、まあ、女性活躍あるいは女性に関わらず、さまざまなバックグラウンドの人たちが活躍する多様性、ここは実は非常に重要な、もし優先順位をある程度つけるとするならば、こちらがさらに、ね、重要である。環境系のことが重要でないと言ってる人は全くありませんけどね、それ誤解しないでいただきたいんですけど、それからやはりそういったことをドライブしていく、イノベーションを起こしていく、ディスラプトするような発想も出ていく、あるいは DX 進める、これ全て人材なんですよ。人材、人。だから、ステークホルダー経営という言葉の中の、まあ、マルチステークホルダーという言葉が、まあ、ビジネスラウンドテーブルに使われてますけど、僕はその中の特に、まあ、僕はエンプロイーという言葉嫌いなので、ピープルと呼んでいますけど、まあ、社員ですよね、従業員といいますかね、関わる人たち。この部分の重要性をすごく考えて、まあ、ピープルファーストというプリンシプルで、この人たちが、こういう考え方を、先ほどもね、言われてましたけど、理解をして、そして、イノベーションを起こしていく原動力になってくれる。だからこそ、世の中の、今度は我々のサービスや価値の受け手である、お客さん、消費者の方々、生活者の方々に価値を提供できるから、売上や利益が伸びて、それをまた、シェアホルダーにも還元をしていけるという、社員にも還元していけるという、この循環を回すために僕はとにかくここが重要だと思っています。一点付け加えますと、先ほどの、まあ、ネットワークとかってあったんですけど、まあ、僕もなるべく海外のいろんなそういう会合に出るとかですね、いろんな CEO の人の話を聞くとかっていうふうに努めてはいるんですが、もう一つ重要なのは、社員だってすっごい重要な情報源なんですよ。で、例えば先ほどありましたけど、当社の商品なんかを見たときもね、実はクリーンと呼ばれるような、その成分だとか、処方とか、製法とか、
そういったところで新しい変化が起こってます。これやっぱりヨーロッパがすごいですよ。ということはヨーロッパの社員に実はやってもいいよってプロジェクト、資金も出して、作ったんですね。で、フランスとスペインとイタリアの人たちがこうチーム作って、今まだ発表してませんけど、次の時代の新しい化粧品のコンセプトで商品開発を進めたりしています。そういうふうに社内のネットワークも、あるいはデジタルももう大いに加速しようとしたときに、アメリカでセンターオブエクセレンスという名前でデジタルの人材を集めて、いろんな業界からニューヨークに置いたんですね。今度これを東京に今、その人でそのまま来てもらって移管してるんですけど、そういうような形で考えていくと、まあ、日本には日本のいろんないい人材もいるし、海外にもそういう人たち の, なんですかね、まあ、持っているバックグラウンドや知識や、あるいは危機感、こういったものを大いに活用していけるというふうにも私は思っています。はい、ありがとうございます。今のお話を伺ってますと、まあ、環境変化の中で危機感が、まあ、高まっていくとですね、やっぱりその本質的な問いを問い詰めていかざるを得ないと。まさに今魚谷さんが、いや化粧品なくてもみんな生きていけるよねというふうに、化粧品会社のトップがそれを、まあ、はっきり言い切るということが、やっぱりこれは一つの危機感の表れなんだろうなと思いますし、そこからそのどうするかを考えていくということだったと、そういうお話だったというふうに思います。はい、今実は宿題投げてまして、僕自身考えるよりもみんなに考えてます。自動車産業で起こっている EV だとかへの変化、さっき水野さんがありましたけど、これがもし化粧品業界に置き換えてみたらどういうことだろうかというエクササイズをやってますね。ありがとうございます。で、特にそれを考えた上で、まあ、先ほど第一部のパネルでもありましたけど、じゃあどうするんだということでいけば、例えば若い人に権限以上とか、どんどん分かっている人にやればいいよということを、まあ、まさにその海外の最先端を言っていると思われるヨーロッパの若いチームに権限移譲をするということを実際にお入りになっているというようなお話だったと思います。私自身もですね、もちろんそのベンチャー企業がどんどん出てきて社会を改革していくということも大事ですけれども、とりわけ日本の社会というのは大企業がやっぱり変わっていくっていうことがものすごく大事だというふうに感じています。ということでですね、じゃあちょっとこの次リコーのお話を続けて聞きたいんですけれども、リコーさんはですね、今のこの流れが出る前から、まあ、環境経営に関しては、まあ、事業商品の特性からもかなり早くから取り組んでらっしゃいますし、ESG のインデックスというような話が出る前から非財務指標についてはかなり早くから取り組んで、今も統合報告書なんかでも必ずお出しになられてますよね。そのあたり、こうどういう取り組みをされてきたのかということと、そういう取り組みがあった中で今どういうことを考えてらっしゃるかということをちょっとお話しいただけますでしょうか。はい、どうもありがとうございます。次は三村さんだなと思ってたんですよね。はい。うん、なかなか。緊張感のある、緊張感のあるパネルをしたいと思います。こういう会かというものですね。ありがとうございます。リコーはですね、実はもう85年経った会社でして、もうこのままじゃなくて生まれ変わりたいなっていうふうに今、やってるんですが、実は85年前創業の精神で、三愛精神っていうのがありまして、人を愛し、国を愛し、務めを愛す。でこの国を愛すっていうのは、実は今で言うと我々社内で解釈してるのは地球を愛すなんですね。ですからこの地球そのものが元気であり続けないと企業そのものも存続できないよねっていうのは、すごく前からなんかある意味 DNA として実践をしてきています。まあ、そんな中でリコーが複写機、一応今の複合機を出して、世界で80年に自分たちの機械を売り出したんですが、その時からですね、回収をするっていうことにすごく、なんていうか、義務を感じてたって言いますかね。ですから、欧州は欧州で回収の仕組みを作りましたし、日本はもちろんのことですし、それを絵に描いたのが94年にコメットサークルっていう、新しい資源を、こう、原材料から部品にして製品にして、我々が組み立ててユーザーの方にお届けしましょうと。それが大体、まあ、4年から5年で、回収されていくんですけど、できるだけ
新しい商品にしてもう一回お客さんに戻そうじゃないかという活動が一サイクルなんですね。でも2回目帰ってくるとさすがにそのままできないんで全部ばらして部品だけ使おうじゃないかっていう部品リサイクルを、でそのあたりからだんだん使えなくなるんですけど樹脂をペレットにしてリサイクルペレットにして新しい材料に入れていこうと、でこういうサイクルですね、コメットサイクル、いわゆる今でいう循環型社会の実践っていうのを、90年前半ぐらいから進めてきました。あんまり発表してないんですが、複写機は今世界に供給している複写機の最後埋め立てっていうのがですね、熱処理のエネルギーの最後に仕方ないから、産廃業者が埋め立てるっていう作業があるんですけど、世界で今 4% なんですよね。だからとにかく私の時代にゼロにしたいという、そういう目標を会社の中で持つっていうのがすごく大事で、ゴールを明確にするっていうことで社員がすごく自分の自立性を高めるっていうことも経験しました。実は2017年の4月に RE100 っていう、世界のイニシアチブに日本企業初めて参加表明をしました。当時経営陣の、社長だってすぐだったんで、山下さん本当にできんの？とか、なんかそういう発表しただけじゃないのっていうようなですね、話を随分いただきました。2050年に事業のエネルギーを全部再生エネルギーにすると。でもこれやらなきゃ、さっきの 1.5°C じゃないですけど、どんどん汚くなるし、水面どんどん上がっちゃうし、日本だっていつ沈むか分かんないっていう、そういう危機感が必ず生まれてくるはずだと僕はもう当時から思ってまして、で、RE100 を宣言しました。そうすると社内の雰囲気が変わりましてですね、20億かけたら沼津の実は大きなトナー工場なんですが、このエネルギー半分再生エネルギーにできますよっていう、提案が来ることが社内から出てくると。だから僕はやっぱりゴールをちゃんと共有するっていうリーダーの役割と、社員または国民に対してちゃんと説明をすると、日本いつ沈むか分かんないよっていう話をですねしなきゃなというのを感じています。ですから社内でこの2015年とか今回の菅総理の、なんていうか、発表については、すごく何ていうか、敬意を表してますが、活動そのものは、特にそこで変わったわけじゃないっていうのが、現実、今の社内の状況ですかね。ありがとうございます。創業理念、創業精神、三愛精神という創業理念を、今の時代に言い換えて地球を愛する、これってまさにですね、先ほどのセッションで、いや今のその若い人たちには高邁なミッションというものを持つということが若い優秀な人たちを引きつけるというような話がありましたし、リコさんの場合はそれをもう20年間すでに実践したとしてきたという、実績もあって、それがそのRE100 の宣言を、きっかけとしてそのいろんな提案が出てくるようになったということにつながっているような気もお話を伺っていていたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとだけコメントすると、新入社員が入ってきた時になんでリコに入ったのって言うと、環境の対応したいとかね、 SDGs の活躍をしたいんですっていう人が結構増えてきまして、そうですね、でも それだけでも困るなとちょっと思ってるんですけど、私もやっぱりこう今日本でも若い人たちの意識の世代間の意識ギャップというのは大変その大きなものになりつつあるなということはひしひしと感じております。ありがとうございます。三村さん、すいません、お待たせいたしました。で、三村さんは日本を代表する大企業のトップとして、長いご経験をお持ちの上にですね、今は商工会議所の回答として日本全国の中小企業の人たちの経営の現状というか見ていらっしゃるわけなんですけれども、先ほどその大企業だとか過去のいろんなものを持っているものの方が変わっていくのには不利だというようなお話もあったんですが、そういう今中でこれからどういうふうにこれから進めていくことが重要だというふうにお考えでしょうか。まずその前にですね、今日のテーマの意味なんですけど、私はこのように解釈しております。まずステークホルダー経営っていうのは
経営者のモラルある経営をしろと、まあこういうことだと思います。それからグリーンについてはですね、いろいろな社会課題、特にそのコロナによっていろんなものが明確になり、それをみんなが共有いたしましたけれども、いろんな社会課題の代表としてのグリーンというものがあると、このように受け取っております。それからのデジタル化はそれを解決する、要するに日本は非常に遅れているということは指摘されておりますけれども、手段がここに一つ現存すると、したがって経営者はモラルを持ってですね、社会課題からに対して真正面に取り組んでこれを解決しろと、こういうのが今日のテーマだというふうに私は解釈いたしております。そのための一つのそのキーワードはですね、まあ SDG の17項目にチームで要するに問題解決しようとこうありましたけれども、みんなで一緒にですね、自分ごととしてこれを解決するとというところにあるんではないだろうかと思います。まず一にステークホルダー経営ということで言えば、もちろん株主、それから従業員、それからユーザー、いろいろありますけれども、私の立場から特に強調したいのはですね、サプライヤーと一緒にという点を強調したいと思います。それから2番目にそのグリーンについて言えば、これにおいて一緒に、チームで一緒にっていうのは政府と民間と、ということなんですけれども、政府の力が非常に僕はこれは大きいと思っております。そういう意味で、とりあえずっていうか、2030年に 46%、これ目標として設定されたことは非常に良かったと思いますけれども、ただし、これを実現するのも大変。それで、政府の方として、ああいうそのエネルギーミックス、これを発表したわけですけども、これはああいうやり方ではないと 46% の削減はできないと。まあ言ってみれば、エネルギーミックスに対する通常のアプローチっていうのは、コストと環境とそれから持続可能性と、この3つのバランスでやられるってことなんですけども、まあ私の理解は今回のエネルギーミックスはそういう意味では、コスト等々じゃなくて、何はともあれ環境第一で、とりあえずこういう目標を作ってみんな、日本みんなでやってみようと、まあこういうことをその意思表示されたものだと思っております。しかし経済人の立場からですね、考えてみますと、46% はああいうエネルギーミックスでやった場合に、我々のコストはどういうことになるんだろうかと、電気料金がどのくらい高くなるんだろうかと、あるいは我々の日常はどのように変わるんだろうと、こういう状況が明らかになっていない。私の希望としてはですね、そういうものを明らかにして、こういうこれだけコストアップになる、日常生活がこれだけ大変になる、しかし環境のためにこれはぜひとも遂げなければいけない目標だと、こういうようにみんなが納得することが非常に大事ではないだろうかと思いますし、もしかしてそのコストが高すぎれば、これは原子力発電をもう少し活用するとか、個々のそのエネルギーの欠点を要するにカバーするような技術開発をやるとか、まあこういうことをその要するに進める、より納得できるようなそういう環境対策ができるんじゃないだろうかと思います。こういうものについては民間がもう少し声を大にして言うべきだと、河野大臣の前ですけれども、私はそのように思っております。ただし民間の役割は非常に大切で、これは先ほど水野さんの言われた通りであります。民間のやれることはたくさんあります。一つは李光さんが言われたような省エネやるリサイクルをするっていうのも大事なアプローチですし、それ以外に技術開発がたくさん民間としてはできるわけです。私は日豪経済委員会の委員長も10年ぐらいやっておりますけれども、この間ネットで久しぶりに58回目の日豪経済委員会をやりました。そこで明らかにされたのは、日本とオーストラリアの間では20を上回る水素及びアンモニア開発プロジェクトが存在すると。水素を向こうで作って、これを液化し、船で運んで、それで日本で貯蔵して、それを配送するっていうような、要するに水素、アンモニアのサプライチェーンをどうやって構築するのかと。こういうことで日本メーカーの多くがこれに参加して、非常に熱意ある議論が戦わされておりました。しかし、ここの会議で一つ明らかになったのは、水素をただ単に作る、
あるいはそれを我々が利用するっていう、こういうバイヤーとサプライヤーが別々に行動してもこれはしょうがないと。一気通貫でこの最適化を狙わなければしょうがないと。まあこういうことが非常に議論されたことを私としては嬉しく思っております。同様のことは日本の国内でもこれは言えると思います。各々の会社が、ネットゼロと、そういうことを一生懸命追求しておりますけれども、それぞれの会社はたくさんの資材、それを外部から調達しているわけであります。あるいはたくさんのエネルギーを購入しているわけであります。そういうものに対してどうアプローチしたらいいのかと、こういうことが一つの、議題、議論になってくるのではないかと思います。ありがとうございます。それからもう一ついい？それからデジタルについては先ほど言った通りですけども、ただ企業はいかに大変でもですね、こういうものをその達成しなければいけないっていう社会的な責任があると、このように思っております。しかし社会的に責任があると同時に企業は利益を上げなきゃいけないと。こういうことも厳然たる事実であります。したがって企業にとってはそういうその社会的課題を解決しながらなおかつ利益を上げるというこういう両立経営をどうやってやるのかというこういうことが私の大きな問題意識であります。以上です。はい、はい、ありがとうございます。三村さん、私今のお話に関連して2つお伺いしたいことがあります。まず1点目は最初におっしゃったこうみんなで力を合わせて変わっていくためにもですね、例えばそのコストだとかどうなるんだとか、あるいはその世界がどう変わっていくのかっていうのをある程度こう見せていかないとみんな動いていって生きづらいよねというお話があったんですけれども、これは具体的に誰がどのようにしていくのがいいというふうにお考えでしょうか。これ難しいですね。だからやっぱり数字で物事を議論するということだと思いますよね。その数字が非常に耐えきれないものだったらこの数字自体を変えるというエネルギーが働くわけです。あるいは事前の策をその要するに日本のベストの策として、だから今言ったように私の第一に申し上げたいのは今のエネルギーミックスでどういうようにその我々の例えば家庭がどの程度のコスト、あるいは日本の産業の日本の電気料金は今でも国際的には非常に高いわけですけども、この国際競争力はどうなるのかと、こういう厳然たる事実を掴んだ上でさてどのように開拓したらいいのかと、こういうことですね。例えば企業で言えば最近起こっているのはサプライヤーに対して、カーボンニュートラルを要求するとこういう動きが若干あるわけですよね。で私は希望しているのはですね、カーボンニュートラルをするのは当たり前、そのサプライヤーにとっても当たり前のことなんですけども、それが大きなコストアップを伴うようなものの場合にはそうしたらその親企業というのはどのように対応するんだろうかと、私の希望はですね、設計を考えるとかそういう形で共に考えるということと同時にある程度のコストアップを伴うそのカーボンニュートラルだったらそれは親企業としてそれを面倒見るとということまで踏み込まないとですね、カーボンニュートラルは本物のものにならないんだと、このように思っております。はい、ありがとうございます。私が先ほどちょっと触れさせていただいたやっぱり日本の社会を変えるには大企業が変わることが非常にインパクトがあるというふうに思う部分の一つの具体例かなというふうに思います。あとすいません、もう一つだけ今の関連してこれは三村さん以外の皆さんにもお伺いしたいんですが、サプライチェーン、ステークホルダー経営とは経営者のモラルの問題であるということを三村さんにおっしゃっていただいたんですけれども、例えばサプライチェーンも進化していかなければならない中で、先ほどテスラの例が出ましたけれども、新しい技術革新を生み出すためにそれはもう取引先が消えるということでもあるという、これ一つの考え方、経営の考え方だと思うんですけれども、その日本の企業でこのあたりの価値観とか考え方っていうものをどういうふうに消化していけば前に進めるのかということについてどのように考えていったらよろしいでしょうか。これは非常に難しい問題だと思いますね。だから先ほど言ったようにデジタル化を進めれば進めるほど
マクロ的にはですね、日本は絶対的に人手不足ですから、これは日本のいろんな問題を解決することにつながると思いますね。したがってこれはぜひとも進めなきゃいけない。しかし一方ではですね、デジタル化っていうのはどっかのその部分はいらなくなるわけですから、いらなくなったところはこれをその要するに職業がなくなるとか失業が増えるとか、まあこういうことを意味するわけですから、これはこれとして国全体としてはこれは受け入れなきゃいけない。したがってそれを受け入れながらもですね、例えば労働移動をうまくやるとか、それから、いわゆるその教育をやるとか、そういう形で労働移動の自由度をする。それから今のそのある産業がなくなるっていうんだったら、それはそれとしていきなりなくなるわけありませんから、それなりのその予測を積んでながらですね、そのための準備をその企業もあるいは取り巻く産業自体もこれをやるという、そういうことの事前の準備をやり続けるということをしてないと思います。これは受け入れざるを得ないと、このように思っております。ありがとうございます。これも規制改革のところはね、話が及んでしまうというような、理解をいたしました。本田先生、すいません、ご発言。はい。はい、いや、今三浦さんからあった話って非常に重要だと思うんですね。私はですね、こういう分野を競争領域と考えるのか、非競争領域と考えるのかというすごく大きな、やっぱりこれから我々は、問いに答えていかなきゃならなくなると思うんですね。まあ、一つこの大きなこう環境ですとか、まあ、こういったことの変化が、サステナビリティの変化がチャンスだと、まあ、テスラの話もありましたね。で、それで、競争優位を作るんだ、まあ、企業経営者としては当然そういう考え方もあります。一方で、まあ、三浦さんの今のモラルという言葉がありましたけども、社会のためになんだから、そういうものは共有すればいいじゃないかという考え方もあると思うんです。で、資生堂も、カーボンニュートラルは2026年に向かっても実現に向かって今進んでいます。再生エネルギー工場なんかもですね、やっぱりやってみるといろんなことがどんどんできてきて、今も 33% まで進んできてるんですけども、工場のそのもですね、水の使用とかももうどんどんこう縮減していってるという、こういった時にテクノロジーって言いますか、新しい技術開発必要になりますよね。あるいは実は、先週発表してるんですけども、紫外線太陽光強くなって、これすごく大きな影響を与えています。で、まあ、私たちもちろんその、日焼け止めという商品持ってますけども、止めるだけじゃなくって、実はこう研究員がすごく頑張って3年かけてやってくれたんですが、実は太陽光を逆にあるその成分によって肌にいいものに転換するというような技術も今度開発できたんですね。で、じゃあこういうことはものすごく世の中にとっていいことなんだから、なるべく他の企業にも開放しようよと。まあ、実は私、日本化粧品工業連合会の会長もしているということもありましてですね、僕やはり今は各社がそれぞれ模索をして、ケミカルリサイクリングとかいろんな、特に、そうですね、容器関係というのは実は化粧品業界にとって大きな課題だと思うんですが、まあ、そういったことを模索をしていってるんですが、そこにパテントが発生したりとかしますけども、基本、2つの視点から、1つは世の中にいいことだから、もう1つは今おっしゃった、サプライヤーの人たちまで含めた大きなスケールにしないとコストが下がらないと、一社だけでやってるよりはですね、そういった視点から見ると商品のアイデアとか付加価値とか機能とかサービスのあり方とか、まあそういったところはもちろん競争領域あるいはマーケティングの領域とかですねあるんですが、できればこういった分野についてはどこかの段階でやはりもっとこう開放的になって、業界全体になって、そして、どの企業も規模の大きな企業もそうでないところも、それをちゃんと享受できるような形になるというのが僕は基本的に重要な考え方ではないかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。山下さん、リコーさんがずっと取り組んでこられた、まあ、リサイクルの取り組みなんか、まさにこのサプライチェーンで取引先を巻き込んでということだったと思うんですが、根底に関して何かコメントございましたら。ありがとうございます。三村さんおっしゃった通りでして、サプライチェーンで一番大事なのは結構材料から部品を作る、でコンポーネントユニットアセンブリーまで、で我々はどちらかというと製品そのものを品質保証してお客さんに届ける、そういう意味ではサプライヤーさんはもうメーカーにパートナーなんで、製品のリサイクル設計がどこまで基本設計できてるかって結構大事なんです。くしゃきで言うとシールを貼っちゃうとですね、プラスチック再生戻しにくいんですよね。
あんまりその接着剤を使わないような設計をするとかですね、結構細かい具体的なべからず種をもう20年ぐらい前に作っています。そのことでサプライヤーさんと その最初の新製品の打ち合わせの時の、まあ、言いたいことを言う文化っていうのは結構大事なんですね。それが一つですね。あとはあの最近 RBA ってあの、まあ、スコープ3っていうかサプライヤーさんに対するある意味の人権も含めた基準を守ろうよっていうこともですね、ほぼ社内と同じようなその情報公開と、あ、まあ、支援ってちょっとおかがましいですけど、社内実践の伝達、これ絶対やっていかないといけないというふうにあの思っていますし、さっき三浦さんがしてたあの課題提起はあのまさにそうだというふうに思います。あともうちょっといいですか。そうですか。うん、睨まれるとね、もうそろそろだよっていう感じ。まあ、難しい回だなと思いましてですね。取れてよかったです。そう。そちらの方が席は良かったな。大谷さんがさっきおっしゃった技術革新、これ結構大事だと思うんですね。あの環境技術っていうのをどうしてもあのちょっとなおざりにされる感じが、あのサービスの事業に移れば移るほど、ありまして。弊社も副社機プリンティングの会社からデジタルサービスの会社へって言いながら、やっぱり環境技術のところを、まあ、地道にやっぱり進めていくと。でこれは一社の競争力というよりみんなでやるっていう方向の視点すごく大事です。投資が結構かかるんで、実はあのちょっと例を先ほど上田さんもおっしゃったようで、プラスチック海洋プラスチックの話が出てマイクロプラスチック見て、僕すごい問題だと思うんですよね。魚がそんなだって迷惑をかけるような社会でいいのかっていう、まあ、単純ですけど。だから、プラスチックを、まあ、PLA ですね、あの、いわゆる植物由来のものに全部変えちゃっていけば、地球に戻るじゃないかというんで、ここ数年ずっとやってて、難しいのは、PLA ってしなやかさと強度が出ないんですよね。だから、その、使う実用性がすごく少ない。で、実は、副社機を作ってた、沼津の工場の技術者がもうそうですね、4、5年前、これやればいいですよって、発泡プラスチックっていう、発泡技術と PLA をくっつけると、ほぼ 100% に近い形で強度が出るんですね。まあ、あの、化粧品会社さんの緩衝材にも今 PR してますから、ちょっと席がもうちょっと近い方が良かったなと思うんですけど、あの、そういう意味でですね、自分たちが過去持ってた要素技術を本当に突き詰めて、今その環境に近い形で役に立たないかっていうのを、まあ、製造メーカーは本当に考えるチャンスだと思います。副社機を作ってた会社がずっと掘り下げていくと、要素技術を、発泡技術でこんな技術持ってたのっていうのがもう結構出てくるんですよね。それを今の社会に役に立てようと。で結構投資かかるんで時間もかかるし、ここはさっきあの堀さんもおっしゃったもうアジャイルの活動って、そのそういうところにそのシェアをする、投資をシェアをするっていうこうカルチャーを日本に作っていかないと、隠して隠していいものが出たらほら見たことかって言って販売するっていう時代も終わりましたと。で物は少なくとも連携活動で価値を作っていくっていう、こう日本企業連合、まあ、海外も入れてもいいんですけどっていうのが、すごく大事と。つい先週、ヨーロッパのすごいでかいあの物流サードパーティー会社と話をうちのお客さんで話したら、もうすごい喜ばれて、早く持ってこいと、まだできてないんだと、できてなくてもいいから早く持ってこいと。あの積極性はちょっとまあ日本企業じゃないなと思うんで、山下持っていきましょうかって言うからちょっと待っとけと言ってるんですけど、本当にそうやって使ってもらうことがなんか価値を作れるチャンスだなっていう、すごく今思います。ありがとうございます。あのいろいろ具体的な例もお示しいただいて大変分かりやすかったと思うんですけれども、お話を伺いつつ、あ、三浦さんどうぞ。あの僕一つ提案あるんですけどね、はいはい、あのこれだけは絶対言って声を変えろうと思ってるんですけど、あの先ほどその大企業だけじゃなくて中小企業も含めて企業には社会的責任があると、このように申し上げましたよね。ただ社会的責任をですね、寄付行為とか CSR とかそういう形でではなく、要するに社会的責任、社会的課題を解決しながらなおかつ利益を、今リコさんが言ってた利益を得るという、そういうような活動をですね、皆さんが広く展開すること、これがですね日本を救うんではないだろうと、このように思うんですよね。したがって私はあの、例えばあの利益と非利、営利企業と、非営利企業の中間
を狙うということなんですけど、そこにもしかしたら意外に商機があってですね、成長のネタがあるかもしれない。それで利益とですね、社会的課題を解決するっていうのはやや矛盾する概念なんですよね。この矛盾する概念を両立することをですね、技術でなのかアイデアなのか、これでその考えるっていうこと、これがまさにイノベーションという意味だと思うんですけども、それをやることによってですね、社員はモチベーションが高まりですね、全体の能力も高まるんではないだろうか。で、私の提案はですね、ぜひともそのこういう社会的課題解決と企業の利益を得るという、それを例えばあるセクションを作ってですね、何でもいいんです。それにその従業員手を挙げさせて、そのセクションに、働きたいというものにそれ預けて、それで、大事なことは、利益を上げなきゃいけないですよ。ただし投資回収リストとかから、期限とかそういうものはもう少し長く適当にして、でなんか社員の人事評価をですね、要するに通常とは違う社会課題の解決っていうところに評価の基準を置く、そういうものを作ってですね、なんとかいろんな企業でですね、こういうことを具体的な一つの部署に、両立プロジェクトを根付かせたらどうだろうかと私は思うんですよね。それが私の提案です。はい、ありがとうございます。どうぞ。ですか？はい、本当ですか？大丈夫です。後であの時喋ったねって言われないようにしないと。ですね、今三村さんおっしゃった話で、1998年に環境経営っていうのを実は前の社長の時に、まあ、提唱したんですね。それはまさに天秤で左側に環境保全っていうのが当時書いてあったんですね。環境対応、環境保全って環境保全と、こちらに利益創出、まあ、事業成長、この2つが天秤にならないと環境経営は成り立ちませんという話を98年にさせてもらって、この22年間とにかく環境保全、環境経営、環境保全をやればやるほど利益が出るんだっていう構造にならないとこれ続かないですね。当時CSR って言われてた頃はちょっと利益が出なくなると順番にその費用と広報宣伝を削っていこうみたいな、次は教育かみたいな、そんな会社じゃダメなんですっていうのを当時随分社内で議論をして、で経営、環境経営って、まあ、まさにおっしゃってる通りだと思うんですよね。3年前に社会価値創造本部というのを作ったんですよ。で、まあ、社内からそれに似通ったことをしている人たちとか、それでジョブのこうチャレンジみたいな手を挙げてと、そこに行きたいという人がものすごく多いんですね。特に若い人たちは今ですね。はい、でそこでは、まあ、その先ほど申し上げたような環境に関する取り組みはもう総ざらいに、今までの課題もこれからもどうするのか、本当に水野さんなんかのいろんな、アドバイスもいただいたりとかしながらそう組み立てて、それから、まあ、S の部分ですよね、我々、まあ、特にダイバーシティの部分というのは非常に重要だと思って取り組んでいますので、まあ、そういったことがこう原動力になって、取締役会も 46% 女性の方にとかって、こういろんな動き出てきたんですけど、今度は実はその部門がそういうふうに存在する、その時の発想は経済価値と社会的価値というのはこう並立で、それがこうどっかで合流していく、いや もう一歩今度進めて本業そのものがそうでないとダメなんじゃないかと、英語で言うとエンベッドっていう言葉があるんですけど、じゃあ、その創造本部っていうところがあるからそれでいいんじゃなくって、そこで掲げた大きな目標とか戦略とかそういったものに沿って、今度は研究開発の人たちもマーケティングの人たちも営業の部門であっても、それぞれの部門の中に埋め込まれていかないとダメだ、要は本業そのものがもう その社会的なそういったものを別のものがこうくっつくんじゃなくて一体になってないとダメなんだというところに行くので、まあ、ちょっと来年の1月の組織では、もっともう一歩ですね、各部門の中にそういうことを埋め込んでいくということをやろうと今しているんですけれども、まあ、そういうような、逆に言うと部門を作ることでね、あの部門が何かやってくれるんだろうみたいになっちゃいけないんだということも、まあ、学びました。はい、
いや僕は非常に嬉しいよね。いや事前に打ち合わせたんではないんですよ。ここですね、あの実はあの今、晴天をつけっていうのがテレビで出て、あの渋沢栄一、あのこれは東京商工会社の初代で、私は21代の会頭なんですけども、一段と親しみを持ってるんですけども、彼の言ったことの一つ、まあたくさんのことを言ってるんですけども、その一つは企業は利益を上げなきゃダメだと。もちろん、しかし同時に公益をも考えなければいけないと。最後に私益と公益は両立するもんだと、まあ、このように言ったわけですよね。これはあの実は非常に難しいこと、難しいことです。これ非常に難しい、言うは簡単ですけど、行動するのは非常に難しいことですけども、今たまたまお二人からですね、それを具体的にやってるっていうことをお聞きして、あの心から御礼申し上げます。ぜひどうぞ進んでいただきます。ここで三村さんにお礼を言われるとはちょっと思わなかったんで、まあなんか僕はね、急に嬉しいことがあると気持ちが高ぶるんですよね。それで今の上田さんがおっしゃった話、私どもまあ組織もちょっと作ってますけど、実は私は社員一人一人がまあ今でいう SDGs とか ESG にどのぐらいこだわって関わってるかっていう、つながり宣言っていうのを3年前からやってまして、社員今リコーグループ3万人日本にはいますけど、全員が今の仕事が会社に貢献してるって、その先に社会があるわけで、連帯討議そうですね、もうすぐ終わりますから、その社会にどのぐらいつながってんのと。例えば設計者にどんな仕事してんの、お父さんお母さん、子供に聞かれたらなんて答えるって言ったら、今副社機のすごいいい設計をしてるんだって答えるんですけど、子供さんは副社機の設計ってこういう風になっちゃうんですよね。ですから子供に分かりやすく社会のつながりを述べようぜっていうのを語れるつながり宣言、彼で言うと、今世の中にある副社機を私の電源設計で半分のエネルギーで動くようにしてるんだって子供さんに言ったと。そうするとお父さんすごいねということになったと。今 92% の社員がプレッジ、ネット上ですけど、プレッジをしてくれています。それを私は、現場を歩いた時の、まあちょっと話のネタにして、どんなことを子どもさんがと話をしてるっていうことをですね、とにかく社員がそういうふうに意識にならないと、トップが言ってるだけじゃ全然やっぱダメだと思います。そういう意味で実行力はやっぱ社員にあり、国民にあるっていうふうに僕はやっぱり思ってるんで、今の、上田さんおっしゃってた話も含めて、ぜひ皆さんでそんな議論をね、進めるような、まあ、社会になるとですね、結構原動力出てくると思うんですよね。ありがとうございました。付け加えていいですか。はい、どうぞ。山下さんの興奮ぶりを見て僕も興奮しました。2点簡単に言います。5、6年前に、1月に当社はですね、世界中の社員、日本も含めて1000名ぐらい集めた、ワンシェードサミットっていうのをやってるんですね。で当然経営者として、今年の売上の目標はとかですね、利益の目標はとかって経営目標を言う場だと、僕は最初考えたら、参加する人たちに最初にこうヒアリングしたら、そんなものは聞きたくないと。そんなものはどうせもうみんな見れば分かるんだからと。で小田井さんに聞きに、みんながわざわざ東京に1000人も集まるのは、もっと違う視点だと、まさにパーパスの話なんですよ。でそこで僕はシナリオはなかったんですけど、思わずですね、 We are not in the business of selling cosmeticsBut we are in the business of making people around the world happy って言ったんですよ。めちゃくちゃ拍手が起こったんですよ、みんなから。ええ。で、やっぱりそういう、先ほど磁力って話もあったんですけどね、やっぱり根底にやっぱそういうものがあるのかなと。で、そういったことから実はミッションステートメントを書き換えたんですが、Beauty Innovations for Better World っていうのを作って、それを分かるようにするためのビデオを作ったんです。世界中の社員が共有するようにとので、僕は一応マーケティングバックグラウンドのもんですから、そういったそのインターナルマーケティングって言いますかね、それでみんなが共有していくということが重要かなというようにすごく感じましてですね、最近は先ほどもありましたけど、新卒の方なんかのこう面接って言いますかね、就活のことやってると、もう必ずその社会性のこと、そこを見ていて、社会性とグローバル性のことにチャレンジしたいので、制度に入りたいと言ってくれる方が非常に多いというのは印象的にすごく思ってます。やっぱり磁力って言いますかね、そういうものが必要になってきていると。
いうあのふうに思いました。もうそこでやめます。はい、ありがとうございます。私実は先ほどあの仕掛けた質問というのが、あのそういう意味では今とてもその経営判断の軸がですね、これまで以上に複雑になって、しかもこう割り切れないような判断をしなければならないという中で、どういうふうにしていったらいいでしょうかということをお伺いしようと思ったんです。そうしましたら、まあ、三村さんからご提案をいただき、山下さん、大谷さんから具体的な実践例のご紹介までいただけたので、あの とても感謝しております。ありがとうございます。さあ、それでは、全体討議の残り時間限られておりますので、あのできればですね、ご質問を3問程度、いただいて、皆さんのお答えになりたいもので結構ですので、お答えいただいてということにしたいと思います。じゃあさっと今お手が上がりました。すいません、前の白い方 と、木村さんとその後ろの方、あともう一方、30秒程度で簡潔にご質問をまとめていただきたいと思います。お願いいたします。はい、角川コネクテッドの、加賀美と申します。角川グループの DX を推進しております。私の質問はですね、あのこうやってあの、ステークホルダー経営をしていく中でコスパが大事だと思って、私はあの IT エンジニアのチームをリードしているんですが、やっぱり IT エンジニア その社会的地位というかですね、まあ、内製化をどこまでやっていってどう評価するかというところが勝負になってくるんじゃないかと思っているんですけども、まあ、そういう観点でかなり細かい話になってしまうんですが、まあ、どうやってですね、そのこう DX っていうところのデジタルエンジニアで、ここの今枯渇している、こうやらないと多分あのなかなかコスパイクできないと思っているんですが、その後内製化についてちょっとご質問あのお話伺いたいなと思っています。はい、ありがとうございます。では2問目。はい、はい、経営競争基盤、木村と申します。ありがとうございます。あのデジタルもグリーンも、ま、真面目に突き詰めていくと、やっぱりいろんな意味で流動性を持たせないといけないと思ってまして、まあ、事業の流動性はもちろんのこと、人材の流動性ですよね。で今デジタル人材が欲しいという、まあ、言い方がありますけれども、逆に言うとなんかネガティブなリストラではなくて、もう常時卒業していく人もいて、それもなんかアプローチするような、これ個人の側から見ても個の自立をしなければいけないわけで、企業に寄り添うわけではなくて、こういった社会全体での流動性を高めていくために企業としてできること、ということがあればぜひ教えていただきたいと思いますけど。はい、ありがとうございます。では3問目。カインズの高谷です。今日はありがとうございました。大谷さんと山下さんにあのお伺いしたいんですが、あの経営の、まあ、今のこのグリーンとか あるいはデジタルにおけるこの変化に対するですね、経営の時間軸をどう考えていらっしゃるのかと。第一部のお話とか先ほどの話を聞いても、そのマーケットに参加する必要条件ではなくて本業としてこれを取り組んでいかなきゃいけないと。そうするとさまざまなアセットを変えていくとか人材を変化させていくということで、それなりの時間がかかると思うんですが、当面の時間軸をどのぐらいで考えていらっしゃるのかということをぜひお伺いできればと思います。はい、ありがとうございます。DX の内製化について主に人材あるいは社会の流動性について企業ができること、それから、この時間軸の問題ですね。あの、どのご質問でもお好きなもので結構ですので、お一方最低一つ どれかにお答えいただければというふうに思います。じゃあどうぞ。あの、はい、全部でもいいです。いや、あのさっきの人材の流動化の話でちょっとあの今弊社の私自身が考えていることを申します。来年の4月に理工式のジョブ型を導入するということを決めて今準備しているんですが、実はあのその前にやったことが、個人がこの会社でどんな成長したいかということをみんな登録をしてもらいました。で今過去にどんな経験をしてどんなの、なんか力をついているかということも登録をしてもらいました。考えてみると、高度成長時代に企業が社員を雇って社員をまあ使い倒すって言葉はよくないけど使うと、だからローテーションも人事も会社が決めるっていう制度だったと思うんですけど、今は社員がこの会社を選ぶっていう時代がやっぱり来てるんで、その人が個人が成長する環境を副業制度とかそういうのも全部導入しました。成長する環境を作っていくと、この会社で貢献できないんだったら別の会社に行くっていうチャンスがすごく生まれてくると思うんですね。だから個々個人をリコの中で本当に成長させていかないと今の話は実現できないんじゃないかと私は思っています。はい、ありがとうございます。あの今世の中でデジタル化で一番足らないのは人材だと思いますよね。人材の大半がデジタルプロバイダー、大企業のデジタルプロバイダー 6,
60%、あとはユーザー、中小企業にはほとんどいないと、まあ、こういうことですよね。しかしデジタル化っていうのはぜひとも社会にはたくさんの課題があるわけですから、社会全般をですねデジタル化しないと日本の生産性はなかなか向上しないと、この問題をどう解決したらいいのかと、まあ、こういうことが私どもの最大の課題でございます。あの希望は大企業で、おそらくデジタルトランスフォーメーション必ず専門部局を作ってみんな真剣にやってると思いますよね。まあ、あのこれには時間かかるかと思いますけども、そういうデジタルトランスフォーメーションの一つのその目的としてぜひとも関係会社、あるいは政権一般、こういうもののデジタル化も視野に入れて、ぜひともやっていただきたいと、こういうことをお願いしたいと思います。以上です。簡単に3つ出てあります、ね、せっかくですけど、1番目、自分のところにないものは借りるしかないと、どこの方でしたかね。で、当社はあのそういう意味でですね、今回あのアクセンチャーさんとグローバルにあの、まあ、あの話をして、まあ、日本でまず合弁会社を作りました。で、当社の250名ぐらいの社員もそこに入れて、向こうからも100人ぐらい来てもらって、でとにかく、学ぼうと。で、最終的にはアクセンチャーさんに抜けていただくと、我々 の社員がそういう能力をつけていくと、まあ、そういった仕組みを作りました。一つ具体です。二つ目のところは、あの流動化は僕は非常に重要なことだと日本社会にとって思ってます。これまでの高度成長期の新卒一括採用、年功序列、終身雇用という、もうこの仕組みが成功モデルとしてやっぱりどうしてもまだまだあるので、これ変えるために僕キーワードはダイバーシティ、多様性だと思うんです。何を言ってるかというと、まあ、グローバル化をする、企業を発展させるっていうので、まあ、多様化というのを進めてきました。中途採用もいっぱいいます。当社の今、役員と言われる執行役員は 50% が、生え抜きの方です。 50% は完全に外から来た方ですというふうに半分になってます。部門長もそうなってきて、何が起こるかっていうかというと、最近ちょっと残念なことに若い人が、まあ、30代ぐらいの人が辞める人がちょっと増えてるんです。なぜか、こういう人たちと仕事してみて自分の力のなさを痛感したので、もっと経験いろいろなところやりたいです、こう言われたら経営者として辞めちゃいけないとなかなか言えないですけどね。でもそういうそのカルチャー変化が実は起きてきてるんです。だから留学、それから留学制度も復活させたんです。留学制度復活させるときに辞める人が出ると、実は僕もその一人でして、あんまり大きなこと言えないんですけど、いいじゃないかと、ね、辞める、せっかく生かした人が帰ってきて辞めるのは会社に問題があるんだと、で本人で、その本人がまた他の企業に貢献できるんだったと、かっこいい偉そうなこと言いまして人事部を説得したんですけども、まあ、というようなやっぱりこう多様なことがバックグラウンドが あるということが重要なんだから、流動性っていうのは、実は執行役員制度を来年1月に辞めることにしました。海外の人が日本のあの1年間だけの反抗する執行役員制度にみんな躊躇するんですよ。だからエグゼクティブオフィサーという名前に変えて3年間にするというふうに変えました。まあ、会社法に裏付けられてないの でそうするといろんな人がもっと加わりやすくなってくると、経営チームでもね、まあ、そういったあのことで流動化をどんどん進めるべきだと私も全く同感です。たまにはやっぱり構造改革的になって厳しい判断しなきゃならないところも事業そのもののあり方としてあったり、あるいはその人たちが事業が外に行った方が活躍できたり成長できるよということも、まあ苦渋の決断も経営者はやっぱりしなきゃならないところも、まあ、あると思います。3つ目、時間軸。私確かインテルの創業者の人がパラノイア・サバイブっていう本書かれたと思うんですけど、まあ、結構まあ、水野さんなんかと話をしてるとね、もうねその日の夜眠れなくなるんですね。このままでいいんだろうかと、もう早くやんなきゃならないというので、まあ、今一応2030年までにいろんなことを全部完了したい、そのためには26年までに、23年までにという形で、どちらの方でしたかね。やっぱりスピード感を持ってやって、失敗するかもしれないしまたやり直すという、時間軸はとにかく、まあ、短い迅速なアジャイルな動きをしていくということを心がけています。以上です。はい、ありがとうございました。オンラインでご参加の方からご質問いただいているとのことなんですが、大変申し訳ございません。ちょっと私の、進行がまずくてお時間がないかと、思いますので、お詫び申し上げます。申し訳ございません。お詫び申し上げます。
ということで残りの限られた時間をですね、あのお三方に今日ご参加 の経営者の各企業の経営者の皆さんに、まあ、叱咤激励のメッセージというような、一緒に頑張りましょうというようなメッセージを30秒程度ずつ、頂戴できればと思います。三村さん最後に最初にいただきます。具体的な行動を取ると、こういうことですね。将来計画も大切、しかし行動も大切だと、こういうふうに思います。私から皆さんにお願いしたいのはですね、パートナーシップ宣言運動っていうのがあるんですよ。これは、サプライチェーン全体でですね、発生するコスト、発生する価値、これをフェアにシェアしようじゃないかと、こういう運動であります。すでに3800社の社長が宣言してくれました。ここにおられる方々もぜひともですね、この宣言に参加していただきたい。購買部門は必ず 安くいいものを購入するということを考えます。社長がそうじゃないと、サプライヤーのことも考えて行動しろと、こういうふうに言ってくれないと購買部門の行動は絶対変わりません。したがって社長が自らこういう宣言をするということは非常に大事で、これが3800社いたということは非常にありがたい。ぜひともよろしくお願いします。以上です。ありがとうございます。じゃあ山下さん、お先にお願いできますか。どうもありがとうございました。今日本当になんか緑のマークの割には喋りすぎました。ですね、気候変動の問題についてはもう本当に待ったなしだと私は思ってるんですね。で、政府とか供給側とかの問題もあるんですが、大部分の我々需要側、使うエネルギーを使う側がですね、本当に行動を起こしていかないといけないと思っています。で、その時に企業は競争がまあベースになるんですけど、そこのエリアに領域については連携だと思っています。それぞれの企業がやるんじゃなくて、この業界または国、日本企業が連携をしながらやっていかないとなと思っています。そのための必要条件はトップのリーダーシップというふうに思います。ちょうど RE100 を宣言した時の次の年の国際会議にニューヨークで呼ばれてお話をしたんですが、その時のちょっと使った言葉を最後にしてお話したいと思います。その時お話したのはアメリカンネイティブの有名な言葉で、日本語で言うと、この地球は先祖から継承受け継いだもんじゃなくて、未来の子供たちに借りたもんだというふうに言ってるんです。ですから借りたものはきれいにして返すっていうのは当たり前のことだというふうに思って、私は取り組んでいます。ぜひですね、連携しながら進めていきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございます。では大谷さん、お願いいたします。山下さんに今言われたことに賛成で、一つは連携、30% クラブというですね、女性の役員を 30% にしようというところ、まあ、僕は今チェアをやらせていただいているんですが、30数社日本のトピックス大企業の皆さんの会社の方もいらっしゃると思いますが、トップが集まっていただいて、まあ、なんとか本当にしなきゃと本音で常にやってます。あとの懇親会になってまた特に盛り上がるんですけど、他の企業の話を聞いてね、そういうことが大事で、そういう意味で僕は一つキーワードはやっぱりフレキシビリティと言いますかね、柔軟性、ヒエラルキーがあるがために若い人が会議でなかなか発言したり発想が出ないとか、あるいは外国人の人だとか海外の情報とか、まあ、今日皆さんここに来てらっしゃる方は、まあ、そういったものを乗り越えてね、いろんな、ものを学ぼうとか情報交換しようということで来られているというのは素晴らしいと思うんですが、そういうオープンマインドなフレキシブルな、文化とか価値観というのをぜひ持つように皆さんしましょうよ。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。今日はですね、素晴らしい皆さんから活発なご議論を、皆さんと共有いただけたことを大変感謝申し上げます。ご参加の皆様もありがとうございました。それでは第2部全体会これにて終了させていただきます。ありがとうございました。